こんにちは、吉行です。動画を見ていただきありがとうございます。今回は節約生活が長く続く秘訣についてご紹介します。節約でお金の支出を減らすには節約術をやるのではなく節約を続けることが重要です。しかしひたすら生活費を削り修行僧のような生活をしていればいつの間にかお金を使うようになり支出を減らしたくても減らせない状況に陥ることがあります。前回の動画で一人暮らしの生活費は16万円であり生活に余裕がないことをお伝えしました。詳しい内容はこちらの動画をご覧ください。なので人よりも生活費を減らしたいのであれば16万円以下で生活をする必要があるのですが節約をして人並み以下の生活をすることは難しいと思うでしょう。しかし僕は3年以上生活費を月12万程度で抑えることができています。それはただお金を使わないのではなく自分の生活を維持できているので支出が少なくても続けられているのです。そこでこの動画では東京都内でも生活費を月12万円以内に抑え続けられる3つの理由をまとめました。現在節約をしてもなかなか長続きしないという方は参考になると思いますのでぜひ最後までご覧ください。そもそもの話になるのですが人はなぜ浪費をしてしまうのかについてまずご紹介します。この理由を知っていないとこの後ご紹介する内容を知っていても意味がなくなるので少しお付き合いください。人が浪費する理由として結論から言えばお金を使えば楽しい時間を過ごすことができると思い込んでいるからです。お金を使うことで様々な場所に行くことができたり美味しいものを食べたりすることができます。思い返してみてほしいのですが学校や仕事終わりに今日は頑張ったからお店で料理を食べて帰ろうとかお休みの日に旅行してリラックスしようなどをしたことがあると思います。しかし日頃から辛いことを感じ続ければこのような浪費はすることになります。そしてストレスを感じたらお金を使う衝動が出てくるので無計画な支出ができるわけなのです。これが浪費の正体なのです。この浪費を抑えるためにはお金を使わない楽しみ方と無計画な支出をしないことが重要になります。以上のことを踏まえて僕がお金を使わずに生活ができている3つの理由をご紹介します。まず最初にご紹介するのは消費者から生産者に回ることです。僕の中で最強の節約術は仕事をすることだと思っています。仕事をしているうちはお金を使おうと思わなくなるからです。しかし人間起きている時間ずっと仕事をし続けるのは不可能だと思いますよね。だから日本の法律で1日の労働時間は原則8時間と決められているのです。しかし考えてみてほしいのですが仕事でストレスを感じるのは自分のやりたいことではなかったり人間関係などが大きく影響します。その反面ゲームや映画鑑賞など自分からやりたいと思ったことはストレス感じることなく時間を過ごすことができますよね。つまり人は何かをすると必ずストレスを感じるわけではありません。ましてや集中して何かに取り組むとあっという間に時間が過ぎたりストレス発散すらすることができます。このようなことから自分の趣味を仕事にすることで浪費をしないどころか収入を増やすことができます。昨今では様々な副業があり YouTube やブログで言いたいことを発信することができたりアクセサリーなど物を作って売るといった自分で仕事をする方法はいくらでもあります。僕も一日の大半をブログや YouTube で情報を発信するために時間を使っていますがほとんどストレスを感じずに過ごすことができています。もちろんほとんど家の中にいるのでストレス発散するためだけに外出してお金を使う日はほとんどありません。消費者であるうちはお金を使うことになりますがお金を得ることができる生産者に回ることで浪費せずお金を増やすことができるので自分が何に夢中になり生産できるのか考えてみてください。次にご紹介するのは楽しみを分散しないことです。先ほど生産者に回ることをお勧めしましたが自分の好きなことを幅広く片っ端から行うのはあまりお勧めしません。なぜならあれやこれやと手を出すとお金がかかるようになるからです。お金をかけないことであれば良い話であり先ほどのように仕事であれば問題がないと思うでしょう。しかし物事をするには少しばかりお金がかかりやりたいことが増えればその分支出も増えることになります。例えばブログや YouTube で情報発信するためには最低でもスマホやパソコンが必要になります。その上で音楽配信をさらにやろうと思うと楽器が必要になります。ゲーム実況をしようと思えばゲームや配信用の機材が必要になります。さらに立ちが悪いのは必
要なことだから、この出費は悪いことではないと思いやすいことです。このように様々なことに手を出すとお金はどんどん減っていきます。いろんなことに手を出すことは悪いことではないのですが、同時に手を出すと先ほどご紹介した浪費につながることと頭の中がマルチタスクになりやすく、物事を効率的に進みにくくなります。物事が効率的に進まないことで思うような成果が得られず、自信をなくなったり楽しさを感じにくくなります。途中で手を引けばこれまで使ったお金と時間は無駄なものとなります。なので一つのことに取り組んだ上でタイミングを見計らって別のことに切り替えるのが良い選択です。今思い返したらいろんなことに手を出しているなと心当たりのある方はどれか一つに絞ってみてください。それでも迷う方は優先順位をつけることで楽しみ方を一つに絞ることができます。ぜひやってみてください。最後にご紹介するのは予定を立ててから行動することです。無計画なお金の使い方は先のことを考えてない時にやってしまいがちです。しかししっかりと予定を立てていれば、やらないといけないことに意識を向けて無駄な外出を避けたり、計画的にお金を使うことができるようになります。僕も浪費していた時は全く計画を立てていませんでした。その影響で必要でもないのに高スペックの iPhone を購入するようになったり、仕事帰りに今日は自炊がめんどくさいからラーメンを食べて帰ろうなどを何回も繰り返しました。そんなある時、1年間無駄にしない方法という YouTube の動画を見た時に、スケジュールを立てることが紹介されていて、この動画を見てから1年間1ヶ月1日のスケジュールを立てるようにしてみました。どのようなタイミングでどのようなことに取り組むのかを書き出すことで、計画にないことをやらなくなり、時間とお金を節約することができました。この派生で欲しいものリストを作り、どのタイミングで購入するのかも書くようにしました。欲しいものリストに書き出すことで、来月にこれを買うから今これを買うべきではないよなと合法的な判断ができるようになりましたし、いざ買い物をしようと思ってもやっぱこれいらないなと思うものは買わないことで、その時は必要だと思っていても実はいらないものを見極めることもできています。このように事前に物事を決めることで無駄な行動や無駄遣いを防ぐことができます。書き出すものはスマホのメモアプリでも構いません。1日のスケジュールは昨晩に5分ほど、明日どのように過ごそうかなと少し考える程度でいいです。1年間や1ヶ月のスケジュールは月に1回ぐらいのペースで見返し、時には訂正することでより良い行動をすることができます。最初はめんどくさいと思うかもしれませんが、1日数分程度やるだけでも効果は出てくるので、ぜひやってみてください。今回の内容は以上となります。この動画の振り返りをすると、消費者から生産者に回る、楽しみを分散しない、予定を立てて行動する、以上のことをすることで節約が長続きするでしょう。このチャンネルでは様々な節約術や一人暮らしについての情報を発信していますので、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画投稿の励みになります。またブログサイトではすでに300記事以上の情報を公開していますので、気になる人はこちらもご覧ください。それでは。